花むしろ大阪杯の大勝負。花むしろ大阪杯の大勝負。プルプルスラリンメタリンの世界一当たらない鳥紙予想。どうもどうも、スラリンメタリンでございます。先週は土曜日の2レースの的中で回収率はまさかの 226.8%、 そして3月の月間成績も 104.1% と最後の最後で差し切ってしまいました。この勢いのまま4月に突入し、今週の予想はダービー卿チャレンジトロフィーと大阪杯2レースの予想に行ってみたいと思います。まずはダービー卿チャレンジトロフィーの予想です。本命に挙げるのは6番リフレームです。このレースは4歳または5歳馬、前走が東京または中山の 1600m のレースを走ってきた馬が活躍する傾向にあります。そして去年節分ステークスを勝って金量53キロで出走するこのローテは、勝ち馬のテルツェッタと全く同じローテーション、面白いことになりそうです。あの候補として挙げるのは8番のグラディアスです。同じく5歳馬で、前走が中山の1600、さらにこのレースの傾向として6枠から外は急激に成績が落ちます。人気どころではありますが、ここまで絞り込むのが精一杯と言えるでしょう。続いては大阪杯の予想です。まずチェックポイントとして挙げたいのは、G1 に昇格した2017年以降のデータから活躍するのは4歳馬、5歳馬、そして前走 G1 から参戦して馬券に絡んだのは北サンブラック、奇跡、コントレイルの3頭だけ。コントレイルでも3着に敗れており、絶対視できるかどうかは微妙と言えるでしょう。そして不安なのが2年連続連帯している牝馬、しかし2年続けて馬券に絡んでこない前走金庫賞組、ここの取り捨ても非常に悩むところではあります。結果本命馬に挙げるのは6番エフフォーリアでやむなしと考えました。オッズ的に単勝1点でかけるしかなさそうではありますが、そして穴候補として今回は2番レッドジェネシスにかけてみたいと思います。今回装着したブリンカーが功を奏する可能性、そして前走の凡走は雨、重馬によるもの、そしてプラス8キロの馬体重が戻って調子が戻る、そんな淡い期待にかけてみたいと思います。4歳5歳馬で前走金庫賞以外狙うとしたらここぐらいしかないでしょう。というわけで今週はこちらの単幅2000円での勝負で行ってみたいと思います。よろしければ参考にしてみてください。ではでは、また来週。